オケオ文化に関する遺跡群の地図、オケオは、ベトナム南部のメコンデルタ地方、安山省南部のトワイソン県にある考古学的な遺跡群。また今日において、オケオ市ンは、トワイソン県を構成する行政区画である。オケオはクメール語で、水晶の運河を意味する。1世紀から7世紀にかけて、普南国の最も賑わった港があったとされる。考古学用語のオケオ文化は、 この地で発掘された遺物によって特徴付けられる古代のメコンデルタにおける文明の物質的痕跡を指す。今日見られる高床式水上住宅、オケオより 45km ほど北の安山省、チャウドックにてオケオとアンコールボレーを結ぶ古代の運河オケオの発掘はフランスの考古学者が航空写真から遺跡を見出した後、1942年2月10日に開始された。 最初の発掘隊を率いたのは、ルイ・マレレである。遺跡群の範囲は450ヘクタールに及んでいた。オケオは、メコンデルタの低地平原を縦横に結ぶ、古代の運河ネットワークの中に位置しており、オケオと海の港をつなぐ運河の一つは、北北西に約67キロメートル離れたアンコールボレーまで、つながっていた。オケオは運河によって南北に分断され、さらに4つの運河が、 東西に走り、その運河は、メコンデルタ地域に現在でも見られる高床式の水上住宅に囲まれていたと思われる。桶オオの文化を反映した遺跡群は、ベトナム南部全域に広がっているが、特に、ホーチミン市より南西のメコンデルタ地域に集中している。現在の桶オをオチンから離れた場所での最も重要な遺跡群は、メコン川の東の流れに位置する、 ドンタップ賞カオーライン市の東、道賞タップムーイ県にあり、ここでは6世紀のサンスクリット碑文が発見されている。また、1958年に撮影された航空写真によって、不難時代にはメコン川の支流がタケ雄の周辺からタイランド湾に流れ込んでいたことが証明された。タケ雄は古くは海岸に面していたが、後に堆積によって海岸線と離されていったと見られている。 フラン時代のオケオは、運河でタケオと繋がっており、桶オ,オもタイランド湾の深部へ繋がる経路を持っていた、ことになる。また、航空写真によって明らかになった、このメコン川の川口部は、プトレマイオスが、ゲオグラフィアで研究した、メコン川の西の支流と呼んだに属する河口分流の、シーナスである、可能性があるとされる。桶オ,オで発見されたビシュヌ人の像。 6世紀から7世紀の物置けをでの発掘品には、陶器、道具類、宝石類、宝石やコインを作るための鋳物類、宗教的な像などが含まれている。また、発掘品の中には、クシャーナ朝がアンダーラの聖堂の仏塔、ローマのマルクス・アウレリウス金貨なども含まれている。多くの発掘品は、ホーチミン市のベトナム歴史博物館の展示品となっている。 マレレによって発掘されたオケオの銀貨には明らかにフナンで鋳造されたハンサもしくはカンムリセイランをかたどったものが8枚含まれる。オケオはメコンデルタで紀元1世紀から6世紀に存在した歴史上の王国であるフナンに属していたと考えられる。フナンについては旅行者や外交官の証言、徴工施設の記録に基づき生死を編纂した。 古代中国の多くの鹿たちの記録によって知られている。普ンは中国史にその名を残しているが、ベトナムやカンボジアの古文書には普ンの名は見られない。しかし、漢文資料によって中国人によって普ンと呼ばれた国がメコンデルタにおける支配的な生態であったと判断できる。その結果、この地域で発見されるこの時代の遺物は歴史上の普ンのものと認識され、 オケオとその関連遺跡での発掘品は普段の存在を示す重要な情報源となっている。ベトナムの考古学者、歴史学者であるハーバンタンは宝石や印象などのオケオの典型的な出土品は単純に交流や貿易の結果であり、メコンデルタのそれぞれの地域がこの後に独立した文化を発展させていく兆候を示しているのに過ぎず、メコンデルタからチャオプライアーデルタを越え、 ビルマまで広がった不難文化の存在をこれによって実証することは不可能だとしている。また、カンボジアの記録において、不難と名付けられた王国に関する記述が完全に欠けているという視点から、碑文に残るアニンジ・タプラ、ボバ・パーラ、シュレイ・スソ・パーラ、ベアデ・パーラといった古代クメール領域の地理の記憶を伝える名前を採用し、普難の名は使わないようにすべきだというクロード・ジャックの 観点も支持している。新石器時代後期から金属器時代初期に、オケオは徐々に、メコンデルタの経済と文化の中心になって行き、また東南アジアの航路上の重要な位置を占めることによって、職人や公益人の集まる場所となり、インドのような外部文化の影響が十分な都市化を促したとも、ハーバンタンは論じている。また普段は、インド人たちが、 スバルナブーミと呼んだ東南アジアの地域の最初の現れであった可能性がある。ありがとうございます。